はいみなさん、こんにちは。野谷智也です。今日もよろしくお願いします。って感じなんですが、えー、っとね、今日ですね、まあちょっとまたいつもと違うベクトルの話なんですが、まあちょっと今日はですね、まあ、早速、まあ、タイトルを話しますと、えー、現場恋愛、えー、女性監督が最近多い件についてと。 いう感じでね、題して、えー、お話をしていきたいなと、えー、思っておりますので、皆さんね、ぜひね、30分ほどお付き合いしていただければなと思います。はい。えー、こちらね、なんでこんな話をしようと思ったんですかっていう風にね、思う方いると思うんですが、まあね、 うん最近、やっぱ女性監督がまあシンプルに増えてきてるなと僕自身が思うのとですね女性監督が増えることによるメリットも少なからず僕自身感じてるなというかまあ大事なこととしてはま,あまずモチベが結構上がるっすよねこれなんか分かんないですけどこれ合ってるかどうか分かんないですよ僕の主観なんであの高校とか中学とか部活に似てるなというか あのー、マネージャーがいてでそうするとそのマネージャーにいいとこ見せるために頑張るみたいな,なんかそういうふうな本当に単純な男性の単純な考えとしてなんかモチベーションが上がりやすいのかなとなんか僕自身感じる部分があって、まあ、少なからず僕はそういう影響を受けて結構仕事をしていたよっていう。 ことをですね今日は僕の体験談も含めつつでいろいろとお話をしていけたらいいなと思ってるんですが、まあ、僕も普通に男の子ですんでまあ皆様と同じようにね、まあ、恋愛もしますしまあ現場内でか、ね、女性監督がいるとで可いい子とかいるとねお 可愛いなあの子とかって思ったりとかね、えー、よく会社のメンバーでそういうくだらない話をしたりとかしてました、うん、本当にね。まあ今でもたまに現場出て、あのー、昔一緒に痩せた人と話すとね、あの時、あの子可愛かったよなとかっていう話を飲みの席とかでもね、したりしますしね、あの現場にいてあの子可愛かったなとか、連絡先交換してないのとかね、そういう話をしますよ。まあ、職人なんてもは、まあそんなもんだろうと、まあ思うんですけど、うん。 皆さんどうですかね、まあ、こういう経験だったりとか、現場内でまあそれこそ女性監督だけじゃなくてなんか職人同士でまあ、女職人さんもね、まあ最近ちょこちょこいますんでまあ特に内装業者関係とかはね、あの番頭さんとか女性さんとか多いですしうん、なんなか現場内に女性がいることが徐々に徐々に当たり前になってきているこの風習っていうのはすごいいいなと、えー、思うんですがまあ、一つ、ですね、僕がね、まあ、これいいんですよ。 これいいんです、全然よくて、いいんですけど、あの各種ゼネコンさんにすごい聞きたいことが僕としてあって、それが一番の方にもすでにつながってくるんだけど、まあ、女性監督が増えてきた件って書いてあるけど、あのー、スーパーゼネコンとかって、女性監督、すごい若手の監督、最近どこも多くないですかね。その ま僕は東京ぐらいしか知らないんですけど他のね地方の方とかもしあの意見があればあの意見というかその僕のとこもいますよとかっていうのがあればぜひ聞かせてほしいんですけどまあその中でも僕の印象ですよあの僕よく大成清水え三井さんとかそこら辺よく行ってたんですけど可愛い,い子多いなっていうねシンプルにあの監督さんはシンプルに女性監督って可愛い子がすげえ多いなと思ったんですよなんか 1>, 1人や2人じゃないんですよね。行く現場行く現場みんな可愛い子大体いるみたいな。俺その時に思ったのが面接の時にもうそれ結構選んでんじゃねっていうのをちょっと思って、まあ、まあ別にいいんですよね。結局,結,局結果別にあの可愛くない子がダメとかっていう話じゃないですからねこれはすいません。あの一部批判を受けそうなんでじゃあ先に言っていください。可愛くないとか可愛いとかそういう話を僕はしたいわけじゃなくてあの可愛い子が。 結構現場にいるとやっぱ花が、ね、あって職人のも職人さんのモチベも上がるっていうのはもう間違いないと思いますから良くも悪くもねそういうのはいいと思いますただこれメリットだけじゃなかったんだなと思ったのは俺がやっぱ現場よくね大型現場ですよかわいい監督さんが何人かいるとですねやっぱその色恋沙汰というかねそういうのがやっぱりたくさん出てくるわけですよあの人が最近連絡を し,すごいしてくるんだよねとか特にね、俺はね、やっぱ同年代の若いさ、あのー、新人の社員の女の子とかと、まず飲み行ったりとか仲良くね、それは別にその彼女、彼氏の関係じゃなくて、普通に仲良くね、飲み行くとかしてたけど、そうすると、そういう相談はさ、やっぱ年が近い俺とかさ、同年代の人たちにしやすいわけじゃない。で、最初はもちろん敬語で接するけど、まあ、後々ね、やっぱラフにラフに。 タンメコで話すようになっててたりとかしてそういう相談を受けたりとかしてたんですけどやっぱなんかあのおじさんから <laughs> すごい連絡来るんだよねとか,だからそういう話はねなんかすごい来てたね、うん、LINE めんどくさいとか、まあ、今風だよね今風の悩みだよねそう昔はさ現場に女の子がいるってのが本当にレアなことだったからあれだけど、まあ、こうやって現場に女の子がいるとやる気出ていいよねとかやっぱ可愛い女の子いるかなって結構俺現場 移動になると最初に結構そこが気になったりとかしちゃうタイプだし鉄骨さんと可いい女の子いないかなとか結構僕はね気にしますよそういうの全然うんなんでまあだからそうやって増えたことはねすごくモチベーションにつながるいいことですからまあそれは付き合う付き合わないとか関係なしにね楽しいじゃないですか現場に花があるってこと自体がで仕事終わりに飲み行ったりしたら楽しいなみたいなさ飲み会に女の子がいるだけで楽しいじゃないああいう打ち上げとかってそうで俺もよくその 監督も入れてさ、そのいろんな業者さん入れて、えー、トビさん一緒に飲みましょうよみたいなに接待してもらったりとか、そういうところにもやっぱ女の子とか結構多いとね、ああ楽しいねってなるわけですよ、2次会、3次会とかもね。だからそういう楽しさもあるんでね、現場に女の子が増えるってことはいいことなんですが、まあ、たやね、そういう、だから、まあ、そのー、 うーんしつこすぎると女の子も嫌になっちゃうんで、キャバクラじゃないんで、<laughs> そうキャバクラと勘違いしちゃう人がねたまにあの結構あのおじさま方の中でねちょ、結構いたりとかしてですね、あのー、そうあののそう家でのストレスを発散するための女の子ではないので、あくまで仕事仲間ね、仕事仲間としてそれプライベートの話とかしたりとかっていうのは全然いいわけじゃないですか、そこはね。いいんだけど、ただそのキャバクラじゃないんでね。 あの毎日毎日 LINE とかねしちゃうとちょっとうざいなって思われたりとか、あの現場の中でね、もう探し回っちゃうとかね、休憩の時とか、なんだろう,もう、俺が知り合いでいたのはね、もう仕事中もね、探し回っちゃうっていうね、あの人どこ行ったとか言ったら、いや、さっきトイレ行くとか言ってたけど、つって監督探し回ってるとかいう人いたんですけど、じゃあそこまで行くとね、ちょっともう仕事に支障が出ちゃうじゃないですか。あのその今、俺が言ってたのは、その女の子がいることによって現場に活気が出てね、 プラスアルファいいこといい、その、なんだろうな、薬になればと。で、モチベーションが上がると仕事やる気が出るよと。で、女の子がいて、その子の子かわいいなって思うから、じゃあ明日も仕事行きたいなって思うんだったらいいじゃない。それいいと思うね。別にそれはいいことだなと思うんで。まあ、現に他の業界ではね、職場内結婚なんていうのがね、普通に結構あったりする時代ですから、取引先の人と知り合ってとか。で、そこで仕事のモチベーション上がってね、売り上げ上がって、営業ナンバーワンとかそういうのはよくある話ですから。 全然いいと思うんですけど、または仕事が仕事にね支障がないようにということだけ先に言いたいです。僕のこの今日話す話をばーっと話していって、いやーやべえな、現場で恋愛したいなーって思,わ思うのは全然いいんですよ。思うのはいいんですけど、ただそう,そういうの仕事に支障がね出ちゃうレベルまでいかれちゃうとですね。あのー、世の中の中女性監督から 俺のところに大クレームが来る確率があるので変なおじさんから連絡来るようになりましてあなたにさんなんて言われたら嫌なんでねそうそれを考えるとですねまあとりあえずはそのこの話を聞いていただいて、まあ、恋愛っていいもんだななんていう話をね俺のくだらない話を聞いていただければとまあラジオ感覚でねゆるくゆるく聞いていただきたいなと思いますよでまあそういうことなんですが、まあ、2番ですよねこれねえ2年ほどの現場でえ ひ密かな恋と書いてありますけどね、まあ、こんなタイトルをつけてしまいましたが、まあ、僕ねあの2年ほどね、まあ、どこの現場かっていう名前はちょっと一応伏せておきますけど、あのー、現場でねあの大型現場行ってた時がありまして、まあ、その時にね女性の監督がいたんですよ、まあ、乗り込んでたのは俺が先、うん、俺が先でえ途中からその子が来たんだよね、うん、それ冬だった 俺3月ぐらい乗り込んだのかな確か3月ぐらい乗り込んでその子たちは新入社員で4月の中とかそんぐらいにね現場に入ってきたんだけど、まあ、その時はコロナとかも全然なかったんで普通に入社してって感じだったんだけどさまあそう俺はもうすでに1ヶ月ぐらいもやっててしかもまあ 前の現場で一緒だった人とかも結構さ、同じトビでも結構いたし、まあ、タギオスさんでも結構いたから、まあ、普通にまあ1ヶ月も例えばね、結構飲み会とかもやってたし、うん、あの大会来たんだみたいなで歓迎会とかしてくれたりとかで、結構飲み行ったりとかしてたんで、まあ、結構盛り上がってたんですけど、まあ、ただその段階でまだね、全然、建物自体はあのー、全然まだ2、3回の名神会とかだったんで、タワークレーン組み立て終わったぐらいの段階かなそ、その時ぐらいが。で、この後上まで。結構 もう構想の現場あったんで40回ぐらいの現場あったんで、まあ、とりあえず上まで頑張りますかみたいな感じのモチベーションだったんだけどまあその現場でね、あのー、そのさっき女の子たちって言ったんだけどその4月の中旬ぐらいにその女の子たちがさ、まあ、入社してきてですよ。 新入社員として。で、まあまあまあ、それがね、もう普通に可愛い子だったわけですよね、うん。で、まあその子たちはね、正社員じゃなくてね、契約社員だったんだけど、あのーまあ、そこで仲良くなりまして、まあ,あし、そう、社員の子もいたのかなトータルでね、なんか可いい子3人ぐらいいたんだよね、3、4人ぐらいいて、なんでこんなに可愛い子こんなにいるんだろうなと思った記憶はあるんだけど、その現場の中でね。うん、3、4人ぐらいいたんだけど、まあ今回この話をするのは、そのうちのまあ1人。 ことの話なんだけどさ。うん。でもうその同年代、ほぼ全員同年代で、で、まあ、その二人、まあ主にね、今回この話出てくるのは二人の女の子なんだけど、まあ、その二人の女の子はすごい仲いい二人でさ、まあ、社員同士ですごい仲良かったんだけど、その、まあ俺はそのトビーで普通に入ってて、で、俺の同年代の,あの人とかも結構同じ会社とか、そのグループでいたから、まあそのね、現場もね、いろいろ特殊でね、応援応援がミックスされてる感じのトビーの。 トビ,トビで完全1社なんだけど、まあ、金子鉄設工業ね1、ね、社なんだけどそこにいろんな班が応援で駆け寄って34班ぐらい合同で進めてたのかな3班ぐらいかな3班ぐらい合同で進めてたんで、まあ、ちょっとミックスチームみたいな感じいろんなグループからミックスチームでやってるような鉄骨チームだったんでちょっと珍しかったんだけどまあそれもあってすごい楽しかったと、まあ、仕事の方は普通に楽しくてね、うん、面白かったんだけど、まあ、そこでその監督がさ ああのー、まあ、鉄骨だったりとかの担当に、まあけどそれはもちろんトップは全然違う人だけどね、うんまあ、先輩について、まあ俺らの仕事を見てみたいな感じで、ちょいちょい仲良,く仲良くなり始めていったわけよ、うん。で、その中でね、あの俺のそのトビのチームの人で、まあ、一番その頭を張ってた人、その職長じゃないんだけど、職長の人はもっとね、すごいね、結構年配の方だったんだけどさ。ででそこでまあ けどそのナンバー2ぐらいでやってた人が結構もうその人ね弱たり上手な人だったのよもう結構俺に似てるのかな <laughs> そう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 こういう感じで結構喋んのもうまくてさ、うん、飲み会とか開くのもバッてやれる感じでさすごいねあの俺ら楽しませてもらっててその人がね結構その現場で集まったそのお金だったりとかそういうのとかをね会費とかをさ使って飲み会開いてくれたりとか、まあ、接待関係のあれをやってくれたりとかでしょっちゅうねもう1ヶ月に何回も飲み会しってたの,その仕事終わりにみんなちょっと飲み行こうぜって っってていいううう飲飲みみみ会会じゃゃななくてもももちゃんとしたたた正式のみみのをもう1ヶ月何回もやってたのよもうすごいね楽しかったねそれがそう今日は設備屋さんとの接待飲み会とかじゃあ来週はじゃあ電気屋さんねとかその次はじゃあ家事屋さんたちとお疲れ会ねとかそういうのも,もうすごい毎週の,の毎週のようにやってたからねもう今思い返せばすごい飲み会が。 多かった現場だなと。けど、俺はね、なんだかそ,そこを経験して、やっぱそういう楽しい現場が好きだなということは、もう再認識もさせてもらったんだけど、だから何よりね、まあ、ちょっと話が脱線しちゃうけど、まあ、現場、楽しくやるってことが大事だし、そういうなんかね、やっぱいろんな人とコミュニケーションをとるのが好きだっていう人は、現場職はすごいおすすめだなと思います。マジで楽しい、マジで楽しい。だからもうそういうコミュニティをどんどん広げたいから、俺はこうやって今、なんだろうな、いろんな人と関わるために、 こういう動画を撮って発信してるし生配信もしててまあ、後々は本当にリアルにどんどん関わっていきたいからオンラインサロンもやりますよって言ってるんだけどまあ、本当に楽しいよね現場の本当そういう知り合いが増えてってさみんなでお疲れ様ですお疲れ様ですって話す感じとかがさ俺はすごい大好きなんで、まあ、好きなんだけどっていう話はまあ置いといて、まあ、その飲み会をさ毎週毎週やってたらさそこにさまあ、ある日ね 5月ぐらいかなぐらいからもうちょっとその女の子たちが来るようになったので、ね、やっぱ監督も入れて一緒に飲もうよみたいなのも結構あるからか業者さん入れて、まあ、監督も入れて俺らも入れて全員で飲もうよみたいな感じで結構ね多い時は2 3 0人とか40人とか飲み会とかあったんだけどまあ まあ、バーベキュー大会とかとは別だよ。別でね。別でそう飲み会開いてやってたんだけど、そこで女の子、その社員の子たちが来るようになってね。そう、二人組でさ、仲良い女の子たちが来るようになって、そこら辺からちょっと仲良くなり始めて、よく話を聞いていけば、なんか、年が、俺がその当時1個下で、その人が俺の1個上だったってね、二十歳とかそんぐらいだったかな。うん、確かね。ねそんぐらいで1個上、1個下で、あ、年近いっすね、みたいな話をしたりとかしてて、まあ最初は結構さ、や,やっぱね ちょっと平陸だった感じというかさ、あ、よろしくお願いします、なんて、あ、この間4月ぐらいから、4月から配属になったんですよ、よろしくお願いします、なんて話をしながらね、まあいろいろ、まあ、ご飯食べて飲んで、まあ二次会行って、結構一番最初の飲み会とか結構鮮明に今記憶に残ったりするんだけど、まあすごい楽しかったなっていうね、まあその近くにね、ラーメン屋とか、現場の近くにラーメン屋とかあってさ、で飲んで飲んで、最後ラーメン食って、じゃあお疲れ様でした、みたいなのをね、結構 こうね、まあ、繰り返してもう普通に仲良くはなっていったわけよその飲み会を重ねていくうちにねでなんか夏ぐらいになってでまあバーベキュー大会とかもやっぱ来るわけよまあそんぐらいの現場だとやっぱさバーベキュー大会もすごい盛大に、まあ、でかい規模になってるわけね。 何百人っていう人間がさま、まだその段階でも、夏の段階でもまだ十何回ぐらいやったかな多分まだ全然鉄骨なんて途中の途中だったからさ、あれだったんだけど、まあ途中だけど、とりあえずお疲れ様ですみたいな感じでバーベキュー大会やって、まぁそれが楽しくてね、またね、やっぱ楽しいわけよ。ああいうバーベキュー大会とかってもう盛り上がる盛り上がると。あ,あれがないとね、やっぱ現場じゃないなと思うだから今コロナコロナでね、どこも現場、あの、やってないと思うんだけど、その、 打ち上げ関係だったりとかバーベキュー大会とかねやってないと思うんだけどやっぱそういうのがないとねいまいちモチベーション上がんないっていう人多いと思うんですがまあそことかでもね、まあ、やっぱどんどん仲良くなってってっていう感じで面白かったんだけどただねその段階もつ その関係というか仲良くなり始めた普通に友達としてね、まあ、監督職人の関係として、まあ、ここにも職人と監督って書いてあるけどさ、まあ、関係前としては俺はもう飛び職人で、向こうは女性現場監督っていう関係だったから、けど別に本当に友達みたいな感じで普通に仲良く仲良く、まあ、しょっちゅう飲み行くみたいなのもあったけどで、そこら辺からね、2人で飲み行こうよみたいな話とかも結構誘われるようになってて、俺は結構がっつり友達っていう感覚の方が途中から強かったのかな、その段階では。うん、で、向こうから。 結構誘われるようになってまあ最初はね飲み会の1次会終わった後になんかじゃあみんなこの後どっか行きますか?」とかって話をしてると「ちょっとなんかちょっと来てよ」みたいな言われて「ちょこの後二2人で飲み行きたいんだけど」みたいなことを言われ始めるそこから始まったわけよ俺はそこらへんから「あれ?」みたいなちょっと違うかもこれってちょっと思い始めててもしかしたらちょっとなんかそういう感じになっちゃってるのかなと思って俺は別にけどそういう風に行きたかったわけでもなかった たよその時は全然ねでああなるほどなとおけどまあ2人で行ってもいいかなって思っていちょっと行っちゃったのがね全てのこの話今後の話がこじれていくだからその原因を作っちゃったのは俺なのかもしれないんだけど で、向こうは、ああ、やった、みたいな、2人でじゃあ行こうよ、みたいな。近くにその現場の近くに焼き鳥屋さんとかあってさ、そういうとこ2人で行ったりとかして、まあいろいろ別にね、かといって話はあるよ、普通に仕事の話とかして、みたいな。けども、それは回数を重ねていくごとにさ、やっぱ、え、彼氏とか彼女っていいのみたいな。話にやっぱなっていくわけじゃん。でも、彼女っていいのって聞かれたあたりから、ほうほう、なるほどと。 まあそこが一番大事なとこだよなとやっぱ俺としてはなってくるわけだよね。で正直言うと、まあ、その時俺は全然普通にあの彼女がいたんだよね。うん全然彼女がいて。で、まあ、これ賛否両論あると思うんですが、まあ、俺の考えとしては、まあ、仕事の普通に仲間で友達でありっていう関係だったから、まあ、俺にとってこれはデートではないし普通、まあ、飲み会だからで、まあ、一時会終わった後に、まあ、二人飲み行こうよみたいな感じだから別にまあこれは浮気じゃないよねっていう。<laughs> 全然あの。 飯行ってるだけだしって思うんだけどちょっと女性リスナーがねちょっと圧倒的に少ないと思うのであのあんま意見があれかもしれないですけど皆さんぜひちょっと意見聞かせていただきたいなとこれって2人で飯行ってるだけだから浮気じゃないですよねって俺は思うんですよもちろんそのやましいことはしてませんからそうそこはねあの皆さんの意見ちょっと聞かせていただきたいんですけどあのまあそういうのねまあその普通にご飯とか行ったりとかしてけどその時まあ普通に彼女がいたのであ彼女いるよっつったの でそこら辺からね、あそうなんだみたいな、あ彼女いるんだねみたいな感じになって、なるほど、なるほどっていう。けどね、そこで、らへんから、俺はもう結構確信だったのよ、その、あ、多分この子はちょっと俺にちょっと思いを寄せてくれてるのかなっていう感じはちょっと多少あって、素直に嬉しかった。うん、ただ、やっぱ彼女もいるし、そういうわけにはいかないと。俺はもうちょっとなんか、 それっぽいことをしたら思わせぶりみたいなこともしたくないから、まあ、そこで確定を俺の中でさあーこの子は俺のこと多分思ってくれてんだろうなっていう確定を得ちゃった以上は今後は簡単にやっぱ2人でご飯とかやっぱ行かん方がいいなっていうふうに結構思い始めてきたんだよねそうでそれでじゃあそろそろ帰ろうかってなった時によしよしまあとりあえずここで帰っておけば大丈夫やろうと思った時にねえと野谷くん何どうしたの LINE 教えてほしいんだけど LINE かーってなって LINE <laughs> かーそうかーまあそうだよなーそうなるよなーと思ってまあそう簡単に折れないよなーと思いつつね彼女いるって言ったところでなそうだよなと俺もそこで思いつつ LINE <laughs> かどうしようかなとよしと分かった LINE ちょっと待ってと うん、一応俺その彼女もいるしな今後そのナイナイちゃんと仲良くなるのはいいんだけどなんかそういう風に毎日連絡取ったりとかしてるとちょっとその彼女にもしかしたらねまあバレるバレないじゃなくてなんか俺の心も痛いしうんなんか2人とも傷つけちゃう。 気がするかかららちちょっとはちょっっっとととは考えさせてもらってもいいかなとかこの気持ち、なん,かなんとなくこの感じじゃなかったら全然連絡取りやすいし、LINE 交換できたんだけど、なんか、もしかしたらちょっと俺、俺らってなんかそういう雰囲気になっちゃってるかなって、俺が、ちょっとごめん、俺の勘違いだったらごめんねと、ただそういう感じになっちゃってる感じがするから、ちょっと LINE は、ちょっと一回置いとい,い,いていいっていう。で、俺から今度、あの、 大丈夫なととと思ったららら俺かかちゃんと聞くからさとだからちょっと今はちょっとごめんねっつったら「あ全然いいよごいい全然いい全然いい」みたいな「ごめんねごめんね」みたいな逆に心配かけちゃったみたいで「ごめんなさい」みたいな言われて「いや全然全然こっちはこそ」みたいな感じで普通にその日は終わってでまあなんか俺もその日からねなんかそういうことを言われ始めたからちょっと変に意識をするようになっちゃって今までは普通に友達だと思ってたんだけどねっていう。 感じで思ってたんだけどなんかそうやって言われるとあなんだやっぱちょっとそういう2人でご飯とかそうやって行っちゃったりしてなんかよく考えればその団体で飲み行った時もあの子俺の隣ばっか座ってこようとしてたなとかってなんかいろいろ考えるようになってな思い返せばそれに簡単に応じちゃってた俺が意外と勘違いをさせちゃってたのかなっていうか向こうは俺が。 好きだ恋愛って不思議ですよね。そう思いを伝えられると相手のことを結構考えるようになっちゃうっていうのは結構不思議なもんで、まあ、それがもし狙ってやってたんだとしたら、その子はすごい力を持ってる子なんだけどさ。で、まあこれもういつの間にかその3番のさ、両思い絶命な駆け引きっていうところらへんにちょっと流れちゃってるんだけど、そのその時らへんからね、あのー、<laughs> そう、もう一人の、その俺との まあそのちょっといい感じっていうか、もう俺はその時点で別にいい感じだとは思ってないんだけど、そういう感じの、ね、関係の女の子の、そのもう1人さっき監督がいるって言ったじゃない、その仲良い,い2人組の女の子の、その1人ね、もう1人の方からさ、あの子のことどうなのみたいな、好きなのみたいなことを言われるようになって、いや、ちょっと待てと、話は進みすぎてないかと、ね、話が進みすぎてる感じがするんだが、ちょっとどういう流れになって、 のがちょっと教えてもらって大丈夫ですかっていうことを俺は言ってただまあ向こうはもう結構そういうモチベーションになっちゃってるしうーんまあ好きになっちゃってるからなんか中途半端なのは良くないんじゃないのみたいなことを言われるようになったねそっちの女の子からも。そうは言っても俺のせいって いや俺のせいとかじゃねえなと。ただ、うん、俺は、うん、分かった分かったとで。そこはある程度はっきりしてないとダメなんだよねっていうような話を結構するようになって、で、まあ、そこからね、あんまね、なんか、あの結構距離を取るように結構なってきたのよ、俺は。現場の中でも。その、前までは、おーお疲れっつって、結構立ち話とか結構さ、休憩中とか2人でしたりとかしてたんだけど、そこからちょっと、ちょっと、ちょっと落ち着こうと。ちょっと落ち着いて、ちょっと、あ、お疲れ。 みたいな感じで結構フェードアウトするようにしてたりしたから、まあ、当時あの子からしたら結構あれみたいな私嫌われたのかなとかちょっと思ってたのかなとはもうわかんないこれ最後まで俺視点の話で終わるから向こう視点の話最後まで入んないから俺主観の話なんだけど、まあ、それで結局ねなんだかさっきと夏のバーベキューが終わってどん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 そういうのがずっと駆け引きみたいなのが続いてて結局クリスマスが来たわけよクリスマスの時期が来てまあけどその時はねある程度結構落ち着いてたんだよねもうその 2人でご飯とかも行ってなかったし、まあけど飲み会の席では一緒だったけど、そんながっつりね、その俺も好意を見しちゃダメだなって結構思ってたから、現場は長いわけよ。現場は長いわけだから、その,、まあ、その時点でね、まあ1年は経ってないけどさ、まあ、半年以上は一緒にいたわけで、で、まあ結構な、その。 仲の良さにはなってたし、ただそういうもう恋愛関係みたいのには絶対しちゃダメだなっていう勘違いさせちゃダメだなって思ってたから結構距離は取ってたんだけど、で、その時にクリスマスがまあ近づいてきて、なんだかだクリスマスだなと思って、俺は普通に彼女と,彼女とね、まあ、予定を立ててさ、出かけなきゃなと思っていろいろ思ってたんだけどで、仕事をしつつって思ったら、ある日その仕事終わりにですよ。電話が。 ブっってなったわけですその時なんだっけな何の時か覚えてないんだけど、鉄骨縮上等みたいな。上等式の後とかだったかなどん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 イライラしてってる感じももうちょっと何ならもう伝わってきちゃってるみたいな。何々付き合ったらしいじゃんみたいな話をして。その何々っていうのが、その女性監督の名前だったの。で俺はあっ